こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんばんは。ちょっと待ってよ。今日のさ、インスタライブ誰から始めるか分かんなくて、ちょっとさっき連絡したんですけど。その瞬、その瞬、はい。三人に招待を送った。おはや。おはようです。おはようです。早いねー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、たくちゃんも来た。あ、それ TikTok で見た背景。こんばんは、たくちゃんです。こんばんは。こんばんは。あと、その瞬が、ちょっと待ってよ。来ないな、その瞬が。寝てんじゃないですか？その瞬、来ないな。LINE、グループ LINE も反応してなかったよね。あ、まず、百瀬くんだって書いてある。こんにちは。百瀬くんです。百瀬くんです。TikTok で見たことある背景、百瀬くん。そうです。ヘアセットしてるよね。よくやってます。その瞬は来ない。その瞬は来ないということで。じゃあ、始めますか。待って。その瞬が参加できないって言って、ちょっと待って、招待送る。これ、桃田くだって、やっほー。桃田くだろ。来た。おーですねー。やっほー。地獄やでー。地獄やでー。はい、おドラマ佐原先生と時くん、佐原一郎役を演じました木津匠です。いいよ、好きな人言って。え、誰か行きますよ。いいよ、好きな人言って。たくちゃん役のたくちゃんです。タクちゃん、タクちゃんです。東堂弟。はい、こんばんは。ドラマ佐原先生とトキくんで東堂真嗣を演じました松本裕樹です。パチパチパチ。はい、理性辰野星空想の俊太です。よろしくお願いします。本物？え？本物か？本物のその瞬。偽物、俺の偽物いるの？なんかさ、うん、桃田くん画質めっちゃよくね？え、マジっすか？なんで？え、俺か。iPhone13 ですよ。なんか桃田くんめっちゃ画質いいの。本当に。うん。肌がツヤツヤやね。ね、肌がツヤ。いいな。イエーイ、今回はね、凛太郎いないけど、そうだね。ね、凛太郎忙しいらしいから、4人で。忙しそう。忙そうだね、まだ集まれてないからね。うん、そうですね、みんなで集まってないですね、まだ。うん。桃田くんはさ、終わってからさ、はい、めっちゃ寂しかったと思うけど、どうしたの？どう乗り越えてきたの？5歳。どう乗り越えてきた？寂しかったっすよ、ずっと。うん、長野帰りたくて、うん、もう俺地元長野って言ってるんですよ最近。嘘じゃん。そうですよ、だからもう帰りたいなって思ってたんで、うん、星空ってじゃないですか、うん、すごい綺麗な写真があれを、うん、だからいろんな人に見せてましたね。俺もめっちゃ見せびらかしてる、うん、あれ綺麗ですよね。うん、待ち受けにもしてるし。あ、してたそう、めっちゃ知ってる。ひろきは、あ、ごめん、何あ、いいですよ、なんかあの星の写真って、うん、見せる人によっては iPhone の、 あの初期設定みたいな、うん、いじられ方するんで、はい、綺麗すぎてね。そうです、そこだけですね。舐めやがってって。そうです、舐めやがってって言ってました。長野舐めんじゃねえよって。あ、本当にそうですね、はい。
中の人が分かるもんな、あの美しさが。そう、本当にそうです。あ、待って、桃田くん本当に待ち受けにしてたってコメント来てた。桃田くん待ち受けにしてた？桃田くんもしてたの？してないですけど、別に。何言ってんの、お前は。お兄ちゃん、なんとかしてくれ。かわいすぎだろ。お兄ちゃん。してなかったですよね。はい。お兄ちゃん、なんとかしてくれよ。いや、たくちゃんはもうずっとこんな感じじゃないですか、プライベートでも。そうだな。お兄ちゃんはどう過ごしてたの？撮影終わってからですか？うん。あ、舞台あったんで。あ、舞台してたね。やってたね。そう、だからそれの稽古とかやってましたね。踊ってたもんね。踊って歌ってました。一回披露してくれたんですよ、ダンスを。え見た見た。みんなダンスできるもんね。その週もできるし、凛太郎もできるから。桃田くんもちょっとできんだっけ？ちょっとだけできます。ちょっとだけね。だからそれですごいんだよ、みんなできるんだよ、びっくりなことに。あれ、キズくんできるんですか？俺できない。えできる流れできる流れ全然できない。まあでも、戦隊の頃に、うん、キュータマダンスってのがあって、そのキュータマダンスは一番うまかったらしい。へぇ見た見た。そう、みんなぜひ踊ってください。踊ります。でも本当に桃田くんはさ、はい、めちゃくちゃさ、終わるのさ、なんか寂しがってさ、なんかなんだっけ、ダウンジャケットのさ、はい、あれなんか拓也って書いてあるシール、私服に貼って書いてたもんね。そうです、そうです、そうです、そうです。電車で電車でこいつ、はい、タクヤっていうシールここに貼って、で寝て帰ってたから。そうです、そうなんですよ。相当だよ。めっちゃ可愛いやん。電車の中でずっとつけてて、最後相当あれどこ行ったんだろうな、あれ。どこ行ったの？今日見せなかったんですけどね。したいか。確かに見せろよ。いや、どっか行っちゃった。ちょっと待って、どこにあったんだろう。探します。ちょっとお兄ちゃんが多分行くわ、今度探しに来て。嫌がってるな。だってね。なんで？まあまあまあ。だって何？だって何？だって何？まだそうか。まだドラマの方ではそんなにちょっとあれか。あ、そうかそうか。そうだそうだ、はい。ドラマでは気まずかったね。そうなんですよ。あ、関係性がねちょっとね。そうそうそう。え、気まずい。なんかさ。このなんかさ、ハート期でさ、りんたろも含めてさ、なんか気まずい瞬間とかあった？なんか。え、ドラマ外でですか？いや、なんか撮影中でも、なんか休憩中でも、なんか気まずって思った瞬間。気まず？エピソード。気まず？うん。何やろうな。気まずいか。あ、おー、あー。あー。何やろうな。何？あ、俺一個あるわ。お、なんだよ。ね、なんだっけな、うん、撮影の時の2話だったかな、うん、2話かなんかで、うん、俺が東堂の兄の方に、俺と凛ちゃんが東堂の兄の方に、うん、好きな人いるのみたいな攻めるシーンあったじゃないですか。うん、でそこで、いねえよみたいな感じで東堂がなんか飲んでたペットボトルを投げて恥ずかしくて逃げちゃうんですよ。うん、で、まあ、バスケうまいからゴミ箱にちゃんとねスポット入るシーンなんですけどなんか何回か全然入らずに、いやそうなんだよ、やつがそう外に外れちゃって面白かったんだ。あれちょっと気まずかった。入らなかった。あ、そしたら僕もありますわ。ある、気まずかったの。うん、みんなで泊まってたじゃないですか、撮影中。うん、で一緒のお風呂だったり寝るとこも一緒だったりとか、うん、でみんなでお風呂入って体洗ってお風呂入ってで出るとき、まさかね、僕だけめちゃめちゃ全部洗ってまた出るっていう
いや、みんなはなんかこう流してそうね、あげて、まあだからみんなで、あの大浴場に行ったんですよ、うんうん、で大浴場で結構な人数いたよね、はい、結構あったまって、うん、もう出るかっつって、もうあったまったっしょって言ったら、うん、あのひろきがはい出ますかみたいなこと言ったから出ようと思って出たらひろきだけずっと出てこなかったのよ。結構出てこなかった。いや結構出てこなかった本当に、うん、もう一回風呂入ってんじゃないかってぐらい出てこなくて、やっと出てきたら理由聞いたらもう体をもう一回めっちゃ綺麗に洗ってたんだよね、一回洗ったのに。もうなんかね、出てきた瞬間びっくりしたよ、肌白すぎて見えなかった、まぶしすぎて磨きすぎた。待たせすぎて、待たせすぎて気まずい。びっくりした、白すぎて、俺は白すぎて見えなかったもん、うん、いやほんと白いよね、ひろきって真っ白だね、風呂上がりのひろきやばいよ、白すぎて。いやでもキャストみんな結構白かったじゃないですか。いやそれは超えてくるだろ。超えてきてたって。普通に超えてきてました。うん、桃田くんもなんかある気まずい話ですか。うん、気まずい話、うん、あでも宿舎って、うん、あの人によっては何泊かして1回帰ってもう1回戻って何泊かしてみたいな感じで、うんうん、で俺最初の宿泊の時に、うん、あの俺布団敷いてなかったんですよ、寝る時ずっと。わけわからんよね。やばかったよね、桃田くんの寝床。あ、そうです。敷布団敷くのがめんどくさくて、あの毛布2枚に折りたたんでそこで寝てたんですね、ずっと。うんうん、で多分シーツとかそういうのもあの使ってないから、その出しに行かないから多分心配されたのか、次の宿泊行ったら、うん、なんか全部布団きれいに敷いてもらって。それは気まずかったですね。やってくれたんだよ、全部やってくれて、本当ありがとうございます。やってくれて本当ありがとうございます。本当謎いよね。いやマジでね、桃田くんの寝床やばかったね、うん、その時。本当にあのハムカツのさ、ハムカツのなんかの中の部分みたいなぐらい薄っぺらい。びっくりした、本当に寝てるところが。それどこでも寝れるんす俺ね。えやばかったわ、あの寝床。私はね、気まずそう、はい、なんか自分が気まずいっていうか、あのひろきがすげえ気まずそうにしてたんだけど、お、はい、なんかそれは撮影のシーンで、まあ、まだ放送されてないからあれなんだけど、あの、まあ、ひろきがね、あのゴールを決めるところがあるんですよ、バスケットボール。はい、そこでね、あのさっきも言った通りマジで決まんなくて、初めの方で、めっちゃ決まるようになってきたの、めっちゃ入るようになったの、おすげえってぐらいなんだけど、肝心のそのシーンを一連でわーってやった時に外したのよ。きます本当にバスケやってる。外してこうやって手こうやってやったまま、こうやって下向いてて気まずそう。気まずそう。すごい気まずい。たくみくんの方にカメラがあってね。あ、そうそうそう。こっち側向いてるから、ひろきの方見えてないの。だから外しても問題ないんだけど、でもね、一回外した後にそのボールが俺の方来たんよ。ね。気まずかった。俺もあれちょっと気まずかったわ。ボールこっち来るんだと思って。なんか、懐かしいね、あのシーン。懐かしいっすね。俺も。だからそれがあったから、うん、最近バスケ行きましたもん、やりに。お、行ったのか。そしたらもう全然足動かなくて、うん、こう遠投されたボールを追いかけてこう後ろを向きながら走ってたら、うん、足が追いつかなくて、なんかこう絡まってこけちゃったんですよ。もうしっかりしてよ。膝大怪我しました。膝と手のひら、ここなんか溶けて指紋なくなりましたもん。ストイックだなお前。ありがとうございます。ストイックだな、本当に。本当にね、この現場にはストイックな人たちが多いんですよ。ストイック、確かにストイックって言われてたね、ひろきくん。ね、なんか言われてたね。本当に心配されてますよ、皆さんもね、コメントしてくださいね、どんどん。戻りてえな、楽しかった。面白かった、楽しかった。戻りたい。そう、その週もなんかちょっと悲しいエピソードあるもんね。いつ話すか。これ言っていいの？
まだダメじゃない。ダメか。まだダメか。もうちょっと待って。そのシーンの話エピソード、ちょっと。まだ。悲しいエピソード。いや、でも結構悲しいよな。結構ね。しょうがない、しょうがない。スケジュールの問題もね、いろいろあったからね。まあまあまあ。とりあえずやめとこ、今日は。そういう感じしとこ。そういう感じしとこ。あ、女装エピを教えてほしいだって。そう、あ、そっか。今回の3話の、3話の見どころの一つよね。あれはね。あれだよね。文化祭の列で、白雪姫の役、うん、劇をやって、その中で俺がママ母のなんか魔女みたいな。そう。今日インスタにもあげたんですけど、魔女みたいなやつだったんですけど、女装エピってなんすか？その女装した感想じゃない？女装した楽しかったです。え？楽しかったです。楽しかったですか？楽しかったです。なんだろうな、女装したのが、うん、ほぼ初ぐらい。おお、そうだったんだ。で、メイクとかもあんな濃くしたことなくて、で髪とかこういうやつつけたんですけど。でもめっちゃノリノリじゃなかった？え、ノリノリできた、あの時。めっちゃノリノリだったでしょ。なんか恥ずかしい。ちょっとシェフさんっぽくなってる。なんかさ、その時のさ、うん、リセ演じてる時もさ、ノリノリだったでしょ。あ、あの時はノリノリだったね。うん、魔女メイクね。うん、似合ってた、似合ってた。初じゃなくないって言われてるけど。え、え、そうなの？嘘ついてる。嘘ついてる？そんなしょうもないですか？嘘ついてる。ここで嘘つくの。じゃなくないって。え、やったっけ、ちょっと。誰か教えてくれ。嘘ついてんじゃない？誰か教えてあげて。女装はしたこと。え、あ、覚えてないな。YouTube、俺ら見るから YouTube やってて。うん。で、なんかその、旅立ちの日にかなんかを卒業式歌うみたいなやつで、うん、なんか女装という、まあ女装というか女性っぽいなんかやつをやったかもね。意味がもう全然、うん、なんで？あれ女装と呼ぶのかわかんないですけど。まあ一応やったんだ、意味がわかんないけど、うん、やる意味がない。ちゃんとあんなメイクしたのは多分初かな、うん、結構濃かったよね、みんな。みんな濃かった。濃かったね。そっちって書いてあるよ、その人。あ、どっち？まだあるの？何回かしてんじゃないの？おい、忘れてんの？記憶ないんじゃない？その時記憶ねえよ。やってる時記憶が違う自分になっちゃうんじゃない？俺じゃないよ。うん、ねえ、本当に。じゃあ、りんたろーの女装どうだった？りんたろーの女装。りんたろーの女装はもうだけ、話してたろ、りんたろーの女装について。もうたく、話してただろ。モタク、いや、りんたろーってさ、なんかさ、女装、さ、女装顔にやってんだけどさ、ガタイがめっちゃでかいじゃん、肩幅ね。だからさ、2階室でさ、足広げて弁当とか食ってんの、女装。全然。いや、そうなのよ、あいつごついのよ。それおもろかったな。めっちゃおもろかった。なんか、ある、撮ってある、ウィッグ外してる、なんか、ネットだけの状態のりんたろーあるんだけど、うん、それ乗せていいんだったら乗したいもんな。かっこいいっすよね、あれ。めちゃくちゃかっこいい。俺たちのグループラインのホームになってるよ。ホーム。ああ、あれか。アイコン。りんたろーなのよ。そうなの。めちゃくちゃ体ごついからね。はい、意外と今回みんな身長あるもんね。ある。そう、うん。みんなでかかったな。なんか3話の見どころありますか？はい。でも桃田くんの登場じゃない？だって。あ、そうだね。そうですよ。そうです。そうです。はい。予告でもちらっとでしたけど。うんうん。はい、登場します。ついにね。ついに、はい。ちょっとストイック足りてなくない？ストイック足りて、ちょっとお兄ちゃん、ちょっと。お兄ちゃん、ちょっとストイックな、ストイックに。うん。見どころ、お兄ちゃん見どころある？お兄ちゃん。まあ、タクちゃんの見どころは、うんうん。タクちゃんの見どころは、ありがとう。やっぱね、一番最初の登場シーンじゃないかな。あそこはすごく、うん、なんか、面白い、コミカルな感じで。うんうん。ね。ありがとう。あとは、あとは、あとは、うん、
まあ見てもらえればわかるかな。おい、おい、弱っ、ダメだな。おい、じゃあ僕の東堂兄の見どころ、はい、いいですね、は佐原先生との体育館で2人で一緒にやったあのシーンあるじゃないですか。うん、あそこでまあある時くんのセリフでちょっと東堂兄は何か思うことがあるみたいなんで、そこをちょっと注目してもらえれば。あとそこでちゃんとバスケもやってる。待って、3話じゃなくないそれ。俺も思った、俺も思った。そう、あれ3話、あれ3話じゃないよね、あれ。あれ、僕ミスの3話じゃなかったのかな。え、3話だっけ。だと思います、だと思います。あれ3話か。まあまあ、いずれ来るかもね。あ、3話か。あ、3話だ、ごめんごめん、3話だ。そのシーン3話だ。そうです。さっきどうすんだろう。あの気まずかったシーンも3話か、あれ。そうです、そうです、そうです。あれ3話か、合ってたんだ。合ってた。あぶねー、わかんなくなっちゃった。今が一番気まずかった。あぶねー、気まずかったですね。気まずかった、あぶねー、あぶねー。やっぱしっかりしてんな、ひろきは。ありがとうございます。最高だもん。しっかりしてんな。掃除もちゃんとするしな。いや、本当に上手だもんね。そうね、ビカビカにしてくれました。みんなの共同スペースがあるんだけど、そことかね、やっぱね、うん、俺とか凛太郎が撮影から帰ってきて、掃除しときましたとか言って。優しい。優しい。優しいね。あそこはみんな集まるところだから、やっぱ綺麗な状態で休みたいじゃないですか。うん。うん、もう一人紹介したい人がいるんだけど、まだ出てきてないんだよね。あ、うん。やつが。やつはね、大変だね。やつはまだもうちょっとダメだからね、出れないから。うん、ちょっとね、みんなどんどんコメントしてね。あとはあれじゃないですか、やっぱ何言ったらのぶくん、うん、今ので誰がわかるんだよ。出てないでしょ、のぶくん。あ、まあでもそうだね。あのでもこれはいるのよ、あのお腹壊すやつがいるのよ。うんうん、作品中にで、うん、お腹壊しやすいやつがいて、そのお腹壊しやすいやつは今回がメインではあるんだけど、うん、これからもどこかに出続けるからみんな注目してる。そうそうそう、うん、でそのお腹壊すやつは、あの出てきた時に何か起きるのよ、その後に、うん、なんか武器がトラブルに巻き込まれたとか、なんかそういうのが起きたりするから、うん、結構重要なところの手前にいる。うん、お腹壊すやつちょっと注目。わかりやすい目印か。愛されキャラだね、愛されキャラの一人。愛されで今回出てくるから、そのおな、あ、この人だってすぐわかるから。あ、絶対わかる。お腹壊すやつね。うん。お腹弱い。まあ俺もお腹弱いですね、確かに。みんなお腹強いですか。強いですよ。確かに桃太郎強そうだね。あ、別に強いですよ。まあサーモンいっぱい食べてるもんね。大丈夫ですね。あ、そうだそうだ、見どころあるよ、だって。え、また、トキのさ、トキがまず白雪姫になるでしょ。はい。で、しかもなんか今回多分結構ドキドキシーンが満載だと思うんですよ。あ、確かにね。なんで、すごいと今日、リンタロウいてほしいときにリンタロウいないからどうすればいいの。本当に。ライブやってんだっけ、リンちゃん。今ライブじゃん。福岡かなんか行ってる。ちょっと応援しよう、リンタロウ。頑張れ、頑張って、りんたろー頑張れ、りんたろー頑張れ、いけいけ。なんだこれ。ノリがすごい。頑張れ、りんたろー、バドウィン。いや、本当にりんたろーいてほしかったわ、今日。ね。なんでいないのさ。どうすんだよ、そのシューン。友達でしょ、トキと。そうなんですけど、ちょっとお腹痛くなってきて、一瞬寝てていいですか。お前お腹痛いの。え、お前お腹痛いの。お腹痛いキャラだったの。そうでしょ、見せて。ちょ、マジでお腹痛くて。行ってこい、行ってこい。すいません。行ってこい。一回切りますね、マジで。行ってこい、お腹痛い、行ってこい。行ってこい。あ、本当なんだ。本当、ガチポイントじゃないだろ、あいつ。何してんの。ふざけてるだけだろう、あいつ。絶対そうです。え、たくみくんは3話の見どころって言いましたっけ、
3話の見どころは、だからそれこそ多分めちゃくちゃ1、2話と比べ物にならないくらいのドキドキシーンがある。うん、ドキドキ。まああと時の時がうるさい。うん、ああ確かに確かに教室とか時がね、なんかある、うん、その歌の練習をしてたんだけど、そのね、え、聞いてたよ歌の練習。桃田くん、あ、聞いてね、ちょうど抜けたじゃん、聞いてるその瞬間。ダメなんだよ、もうこれ大丈夫。腹いた。え？一緒にいるのお前ら。何してんの？え？何やってんのこいつら。え？何？マジック。マジックじゃん。いつからマリックさんになったの？いつから？そういうこと？実は一緒にいたの。そう。一緒の横の部屋でいたの。そうなの。うん。何してたの？え？何してたの？インスタライブしてた。一緒に住んでんだ。知らなかったな。あ、そうなんですよ。実は俺、本当の弟は俺だっていうね。そうそうそう。ややこしい。ややこしくするなよ、そんなことよ。ややこしい。お疲れー。お疲れー。お疲れー。すげー。いいなぁ。見つけた。そうだった。俺もお腹痛くなってきたかもしれない。いや、あれあれあれ嘘でしょ来ないだろう。いや、本当にさ、聞いてほしいわ。じゃあ、ひろきとさ、俺とさ、なんか、あの、みんなで集めて、スタッフ主人と集めてゲームしたじゃん、最近。あ、オンラインで。ね、オンラインで。ちょっと人狼みたいなゲームをしたんですよ、みんなで。で、桃田くが、あ、今日は参加しますって言ってたから、待ってたら、やっと来たんだよ、遅い時間に。そしたら、なんか、わー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 言って、わー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 何言ってるか分かんないけど、なんか、マイク、なんだったのあれ、何が起きてたの？え、あれですか、あれは。何が起きてたのあれ。俺、パグって気づいてないんで、うん、うわ、みんな久しぶりってずっと言ってたんです。で、しかも言いたいこと言って去ってから帰ってこないのよ、こいつ LINE しても。めちゃくちゃや、入り直せっつってんのにもう連絡来ない。もうたく寝ちゃうんだよね。こいつ寝たわと思って。すいません、2回連続ぐらい寝てます今、すいません。いや、すごい本当に。兄貴どうにかしてくれよ、こいつ頼むよ、マジで。次は絶対寝ちゃダメだからね。すいません、気をつけます。面白いゲームしてんだから。いや、楽しそうですね、あれ、本当に。楽しい、あれ。めっちゃ面白い。まだ結構やったことないんですよ、あれ、ちゃんと。寝てるんで。俺もやりたいわ、あれ。いや、やろうよ、うん。マジで人数集まってきてるから。うん、そう。うん。いや、本当に、今回第3話がね、めちゃくちゃ情報量多いんで、このインスタライブよりも情報量多いんでね、皆さん頑張ってください。あ、あとあれ、言い忘れた。あれだよ。あの TVer が、あの3話が出ちゃうと、2話がなくなっちゃうって。あっ、そっか。そう、だから、まだ見れてない方とかね、もう一回見たい人は、今のうちに TVer で見てる方はね、見ちゃってくださいね、2話ね。うんうん。はい、ください。そのシーンは帰ってこないの？そのシーン、今お腹痛くてトイレ行きました。本当に行ってんの？また？すごいお腹痛い人じゃん。はい。皆さん、もうコメントないですか？この兄弟が2人いるんですよ、今。兄弟があったら。実は同期なんですよ、兄弟は。あ、そう。そうだね、ジュノンだね。同じジュノンボーイコンテストなんだよ。みんなジュノンですね。あ、そうじゃん。ジュノンですね。イエーイ。でも、ヒロキってほんとジュノン顔じゃない？ほんとですか？ねえ。でも、タクちゃんもめちゃめちゃジュノン顔。確かに。で、タクミ君もめっちゃジュノン顔。まあね。ママジノン顔だと思う。みんなジノン顔。みんなジノン顔だ。ヒロキトップジノン顔でしょ。あ、本当ですか。うん、いや、本当にそう思う。うん、思うよね。思います、本当に。この2人熱いって言われてるぞ。あ、ね、そしたらもう3話以降たくさんね、ちょっといろいろ展開あるから見てほしい、ね。そうだね。その瞬コメントに確かにとか言ってるやん。本当
こいつコメントの中に入ってってる。マジ自由っすね、このインスタライブ。うん、何してんの。でもそうだね、桃卓とあのひろきの、はじめ気まずいけどどんどん仲良くなってるからね。はい。兄弟が。取り戻していくから、その、うん、友情であり、なんか絆であり、いろんなものがね、いいですよね。いや、そこだって読み合わせしてたもんね、やっぱり。あ、しましたね、あの、こたつの部屋で。めっちゃ好きだったわ、あそこの読み合わせ聞いてんの。いやどんなシーンになってるか楽しみですね、私は。いや、俺楽しみですね。自分以外のシーンもみんなの読み合わせ聞いてたから、そこ出てくる旅結構楽しいっすよ、ほんとに。なんで、なんで何してんの。気づく。何入れてくださいよ、俺、翔太の。あ、そういうこと。そういうことなんだ。入れてくださいよ。送った。送った、OK。ちゃんと言って。言ってよ。ああ、出た。なんなんだよ、騒がしいな。ああ、いた。エンターテイナーじゃん。マリックさん帰ってきた。よかったっす。マリックさん。マリックさん、こんなことしないの。こうじゃない、マリック、こうじゃない。じゃあ今日はスクショタイムはマリックさんにしましょう。あ、じゃあ今、じゃあスクショタイムしますか。この流れで、はい、ちょっとコメント消しますか。ちょっと待ってよ。消せるんですか。なんかね、あ、どうやってやったんだっけな。なんかやれたんだよ。あ、できた。お、マジックやってる。あ、マジックやってる。やってマジック。喋っていいよ別に。あ、いいですかこれ。うん、喋っていい。みんな止まっちゃう。てそうか、ひろきはテレビっ子だからめっちゃマリックさん見てたんじゃないの。見てましたよ、マジック。超能力なんとかみたいなやつ見てますでしょ。なんかさ、何で桃卓がさ、俺の真似してるの、なんか、なんか TikTok かなんか流れてきたんだよな。あれ、え、そうなの。ほんまに、なんかライブかなんかで、なんか俺の前してて。そう、あの、してた。めっちゃ見たい。やってほしい。ありがとう。俺めっちゃ今、めっちゃ風邪ひいてて鼻声だから、ちょっと待って。あの、ハードル下げてほしい。ハードル下げてね。ありがとう。似てる。トキ君、こっちだね。トキ君、あ、似てるだね。似てるわ、公認です。なんか鼻の方が似てるかもしれないね。似てるやろ、確かに。これこっちやで、めっちゃ似てたね今。うん、気づけてください。本物はトキ君、こっちやで。似てないそっくりじゃん。え、似てるよ、そっくりっしょ。こっちやで、こっちやで。じゃあ、あれ、サハトキポーズもやっとこ。サハトキポーズ。なんだっけ、あるんですかそれ。オオカミとウサギ。右手どっちと、ぬ、どうなってるか。どっちが右なんですか。ちょっと指の皮めくれちゃってて恥ずかしいな。え、これとどっちか。オオカミとウサギ。なんで風船出てるんですか。え、なんで風船出てるんですか。わかんない。これなんか画角に収めると出んのよ。ちょっとやってみて。どういうこと。画角に収めて、ほら。俺出ないんだよな。こう選ばれし者にしか出ないのよ。かっけー。出るか。あ、たくみくんしか出ない。嘘だ。出るって。いいなぁ。いいなぁ。めっちゃいいよ。トキくん、こっちやで。こっちや、そっちやで。どっちやで。こっちやで。あ、似てる。久しぶりやから、わからんかったよな。一番似てんだよ。一番似てるんだよ、ね。相当さ、相当楽しいんだからな、理性では。いや、ほんと、うん、ありがとう。みんなモノマネしてましたね。
相当理性では楽しみました。楽しかったです。本当に最後皆さん言いたいこと言いながらコメント拾ってきますんで、言いたいこと言ってってください。はい、言ってください。言い残したことありますか？大丈夫ですか？聞きたいこととかも聞いてください。うんうん、NG なしです。本当に NG なしな。じゃあ、はい、あのサーモン食べてたと思いますが、はい、うん、あのサーモン1本残ってたんですけど、なんで1本残ってたんですか？まあ俺、そうっす、あれは天然で止める忘れてました。そうです、忘れてましたって。忘れてました。気づくに言いましたよね、俺多分。うん、いや本当に本当にいきなり不意に聞いたのよ、重たくに、うん、まあ、重たく、なんでサーモン1本残したのって何にも言わずに聞いて、うん、あのインスタのやつ、あ、じゃあインスタ、TikTok のやつ、TikTok のやつっつったら、あ、僕天然なんで忘れてました。そんなことある？食べ忘れとかあるんだ。いや、めちゃくちゃ面白いのよ。なかなかさ、いなくない？天然って言って本当の天然ねっつって。いないですね。ねえ、これそうコメント、俺なんかバグってコメント見れて、出てる？コメント出てます、出てます、出てる、出てます。本当？なんかあったら拾ってください。なんかちょっとバグってるかも。なんかアドリブシーンとかありましたか？アドリブシーンありましたか？おー、あった、あった、あんまなかったような気するけど、最後の方の話数のシーンで。え、でもさ、あれじゃないの、あのなんか4人とかでみんなで あそこら辺はアドリブ多かったんじゃないの？あれはそうかも。なんで俺、なんで俺出てないのに俺の方が分かるんですか？なんで知ってんの？頼むよ、頼むよ、君たち。ありましたね、4人で凛太郎とヒロと俊と、早く見たいね、あれも見たいっすね。なんかめっちゃさ、やり終わった後さ、なんかすごい楽しそうに帰ってきたからさ、楽しかったな、微笑ましかったな、あれ楽しかった。うん、すごい微笑ましかった。あ、ワトウィンのライブ終わったのか、配信。お、あ、お疲れ様です、りんたろー、お疲れ、お疲れ、お疲れーす、お疲れー。あ、みんな何歳ですかって。その旬は15歳です。桃田くん、ふざけてる、ふざけてるわ。え、桃田な、何の質問です、なんて言ってました今。何歳、桃田くん何歳？あ、21です。ひろきは？僕24です。僕は26です。だいぶ年上ですね。18歳、その旬が。はい、うん、桃田くん21なの？はい。え、今年ですか？今の話だろ。いつの僕が渋滞してる。まとまらないわ。りんたろーが必要だ。りんたろーがいないとさ、やっぱ。うん、間違いないね。あいつの存在ってでかかったんだなって思いますね。なんかいなくなっちゃったみたいな。なんか。じゃあ、りんたろーが、最後みんなりんたろーがね、終わったから、なんかりんたろーに一言言って終わりましょうか。で、ちゃんと終わりのことを言わないといけなかった。いや、ちょっと締めの、あの、お決まりのやつをやります。あ、はい。まず、はい。はい、ドラマ、さはら先生とときくん、第3話が MBS で1時29分から放送です。ぜひご覧ください。そして、そして、ぜひ、TwitterX で感想をつぶやいてください。その時は、ハッシュタグドラマ、さはら先生とときくん、ハッシュタグ、さはときを、お忘れなくよろしくお願いします。お願いします。そして、TVer でも見られますので、ぜひ TVer でもご覧ください。何回見ても面白いと思います。見てください。一瞬台本見にも一回聞いていいですか？嘘でしょ。もうお兄ちゃん、お兄ちゃん読め台本。読め、あ、え、いい、読んでいい、読んでいいよ。復唱させて。あ、OK、一緒に読んで。ちなみに来週は、来週は放送が、放送がお休みになっています。
お休みになっております。めっちゃ重要なこと言ってる。来週の分も。来週の分も。今週にぜひお楽しみください。今週にぜひお楽しみください。など。など。などはいらないんだろ。絶対などいらないよね。まあでも本当にそうですね。あの、はい、TVer で3話放送されちゃうと、2話が見れなくなっちゃうからね。皆さん見てください。なるほど。うん。でそして、来週はお休みですので、皆さん、はい、ゆっくりしててください。もう年末だね。わ、年末だ。え、じゃ本当にご飯みんな行けないの？いや、だから、行けるだろ。あ、りんたろーにいて、その週。お前、いつ行けんだって。うん、それ、聞いとくわ、本当に。本当に聞く。行きたいよね、本当。うん、行きたい、行きたい。年内に行きたいな。うん、本当に行きたいですね。あとそうだ、凛太郎がライブ終わったからね。凛太郎お疲れ。お疲れ、凛太郎。お疲れ、凛ちゃんお疲れ。お疲れやで。お疲れやで。ワトウィンもお疲れ、ワトウィンのみんなも。お疲れやで。そんなライブ行かせてな。なんて、カスカスの声。今度、ワトウィン、ライブ行かせてな。そうだね、東堂兄弟も連れてってあげてくれよ。そうだね、すごかったよな、うん、本当に。いや、めっちゃよかったよ。いや、すごかったよね。はい、本当よかった。いや、すごかった。ミルクも行きたい。だからミルクも勉強しながら行く、うん、マジミルク来てよ、もういつでも。え、教えてよ、本当。ある日教えてよ。行きたい。オッケー、うん、6月かな、次大きいのは。もういいね、うん、行きたい。そうだっけ、あったかい日に盛り上がろう。あ、ミルクポーズも。ミルクポーズ、はい、逆じゃない？あ、逆だ。ええー。ああ、いいね、いいね。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんとかこれはまとまったんでしょうか。まあ、大丈夫じゃないですか。OK。OK やめて、この。全部 OK も。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。来週はインスタライブお休みってことになるのかね。あ、なんでやろう、やろうよ。やる、やる、やろうよ。プライベートでやる、普通にプライベートでやろうよ。一番やんなそうだな、こいつ。え、でもやろうやろうよ、全然やろう、本当やりたい。実現したらちょっとで、グループラインでちょっと、ね、そうだね。でも、え、インスタライブって何人できんの？お、何人だ？ 4?5?5 とかできんの？教えて。あ、だったらさ、あれじゃない？入れ替わりでやればいいんじゃない？あ、もう疲れたから完成、疲れたから完成っつって。俺とひろき君入れ替わりでやろうか。あ、いいね。俺一緒に同じ場所でやるってこと？同じ場所でやればいいじゃん、2人とも。あ、確かに。なんか、それこそみんな会えたらいいけど、ね。うん、そこでなんか、それは無理か。4人だって。ああ、4人なんだ。うん、じゃあ、まあ交代交代か、どっか重なるかか。うん。もしやるとしたら。うん。もしかしたらやるかもしれません。こんぐらいの確率でしょ？コース。こんぐらい？ちょっと、こんぐらい？もうちょっとあれかな。こんぐらい？こんぐらいか。うんうん。じゃあ、みんな、頑張ってください。毎日笑顔に楽しんで生きてください。はい。あ、そうだ。今日は東堂の誕生日です。そういえば。あ、そうだ。そうだ。はい、おめでとう。そうだ、そうだ、そうじゃん。イエーイ。おめでとうございます。おめでとう。新次の誕生日です。イエーイ。おめでとう。おめでとう。いい年にしてな。東堂は。東堂兄貴。でもさ、リセは先輩でしょ、東堂は。そうだね、東堂先輩では。おめでとうございますでしょ。いや、おめでとう。終わんない、終わんない、終わんないから、もうさよなら、皆さん。さよなら、バイバイ、ありがとうございます。またね、ありがとうございました。りんたろーお疲れ、わとみお疲れ、お疲れ、バイバイ。